ねえねえ、明日作文の提出があるんだ。聞いてくれるかな？いいよ、読んでみて。僕の夢、1年 Y 組、よっしー。なるほど、将来の夢ね。僕は毎日寝ると夢を見ます。そっちの夢なんだね。その夢はバットを持ってホームランを打ちまくるプロ野球選手の夢で、映像的にプロ野球選手には見えないな。毎日毎日うなされてます。悪夢の方か。だからプロ野球選手の夢は諦めて大食い選手になろうと思いました。やっぱり将来の夢の話なんだね。っていう夢を見ました。ややこしい夢落ちだな。どうかな、この作文。そうだね、将来の夢と寝てる時の夢がごちゃごちゃになってるから、将来の夢だけの作文にした方が活かしてるんじゃね？そっか、やっぱり遠足の作文にしようっと。時間返せ。笑った人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。他にもたくさん動画があるから見てね。それじゃあ次の動画で会おう。バイバイ。